ワサンシティケートとは、太陽国の現代アート芸術家である、ワサンシティケットとも記述される、ナコオンサワン県ラートヤオ郡出身、画家写真家であるウィサーマンムアンシティケートの2位。1981年、タイ国立芸術科学校卒業。1970年代の頃から勢力的に創作を行っている、ワサンの作風は政治的である。タイヤ、 世界の政治経済の問題を多くの作品のテーマとして取り上げ、鑑賞者に先導的に訴えかける作品を生み出している。和んのパフォーマンスアートの作品の一つとして、偽のゴムの胸と尻をつけ、合刊されるタイの国全体を表現した作品があり、タイ政治を作品に取り込む試みを行っている。和んは現実の政治活動にも積極的に参加している。 タクシン政権追放運動に当初から参加し、2001年の総選挙の際には、我らの党を立ち上げ、対愛国党に対抗。党の政策方針には、対愛国党の一タム本、一製品を皮肉って、一タム本、一代替を掲げ、さらに政府が行った F16 戦闘機20機、購入事業でのコミッション費用として、不正蓄財を行った政治家の追放を掲げた。 2005年には、タイ芸術家等を結成。チュワン・ムーン・ピニット、ナワラット・ポンパイ・ブーン、アンカ・ーンカン・ラヤーナ・ポン・ラが入党した。その際には、国民を騙して儲けた、政治家の不正蓄財の応酬、不正な商業契約の解約、教育費の免除を政策に掲げた。古典も数多く言っており、タイに加え、日本、シンガポール、インドネシア、 韓国それからイタリアなどでも活動し、大現代アート界で最も精力的な活動をしている芸術家の一人である。さらに三つの演劇に参加しつつ、詩、児童書、政治書など10冊以上の本を執筆しているなど多岐にわたる部門で活躍している。2007年、大文化賞現代芸術文化事務局より、シラパートオーン賞を受賞。和さんの用いる手法は、絵画、 木版画、セラミック造形、インスタレーション、パフォーマンスアートなど多岐にわたっている。作品は、自然野生に関するモチーフにしているものもあるが、多くの作品は、現代大社会、国際社会が抱える問題を鋭く指摘する、作品を制作している。例えば、貧者が、腐舎に、搾取されてゆく、社会問題、政治家や、官僚の汚職問題などである。さらに、 資本主義社会への批判もモチーフの一つである。アジア通貨危機の際には、資本主義と金融危機に関する一連の作品を発表した。2000年には、チュラーロンコーン大学で、大の政治家と軍関係者の性的なポーズを描いた50枚の絵画を展示した展覧会を開催しようとしたが5日前に中止された。2003年の第50回ベニスビエナーレでは、 ジョージ・ W ・ブッシュ元アメリカ合衆国大統領と各国の政治指導者たちをゴム版を用いて描いた。うちの日本語は、役者の火薬内の日本語は、役者の火薬ハット・ギリング、ジュリアン、ペインテッド・イン・トゥー、A ・コーナー。ナ・ウィーク、2007年8月24日閲覧。大愛国道の一タム本、一製品運動の第五読みは、ヌンタム本、ヌンプリッタ版であり、 ワサンの一単本、一大体のヌンタム本、ヌンゴオンパンはそれにかけた写楽になっている。ファターナウェイニック、ファタラウィディ、カルチャースフィア、マーベリックスファミリアファースアットザシルッポソーン、アワーズ、ザネーション、2007年8月25日閲覧、シャンカール、レイコ、アンアーティストアットオー、ナウィーク、2007年8月24日閲覧、 タイランド、バソン主催ケット、五十スベニスワイニール2003小島和共栄圏08。ありがとうございます。